ンという一番大きなマリーナに来ています。これからですね、アンダーウォーターワンダーランドという海中散歩のツアーに出かけるところなんですけれども、売り文句が子供は5歳からお年寄りは85歳まで誰でも参加できるというんですね。しかも髪の毛が全く濡れないということなんです。海の中潜るのに髪の毛が全然濡れないというのは一体どういうツアーなんでしょうかね。今ちらっと見えてましたけれども、ヘルメットをかぶって海の中を散歩するんですね。よくわかんないね。でもね、まだ実際に見てみないと、お値段がですね、約6000円、わかんないから余計高いと思うでしょうが、そんなことはない。それだけの価値は十分にあります。で、このヘルメットをかぶって海中散歩をするというユニークな潜水方法はですね、彼クリストファーのお父さんが35年前からもうやってるんですよね。説明を受けた後でいよいよ海の中に入るのが3歳のタニアちゃん。3歳の女の子が行けるんですか、はい、ママと一緒に入ります。こういう風にヘルメットをかぶせる、だから髪の毛が濡れないわけですよね。さあ、それではこれからいよいよ潜ります。このヘルメットで入ります。次に私と5歳のダインくん。こういう風にですね、船の下にこうはしごが伸びてまして、これを伝って海底まで降りるんです。頭の上に浮きがついてますでしょ、体が海の中で安定するようにヘルメットかなり重たくできてますから、子供にはちょっと重すぎないように浮きがついてるんです。で、空気がね心配ですけれども、船からこのホースを伝わって、十分すぎるほどの空気がこのヘルメットの中に送られてくるんですよ。で、万が一でもこけたら大変ですからね。海の中を歩くときはこうして棒につかまったり手をつないで歩くんですね。本当の水先案内人ですね、これはね。見せ方が凝っておりましてね、ただ見せるだけでなく、これはイバラカンザシといってとっても音に敏感なものなんですけども、こうして引っ込みますよとか、あるいはこれはイソギンチャクなんですけども、餌をこうやって食べますよとか見せてくれるんですね。もう本当に生きた理科の勉強ですね、これは。本当に。なんか野立てをできそうな感じですね。これはまたナマコ、触ってごらん。3歳のタニアちゃん全然怖がらないでね、好奇心旺盛なんですね。今こうしてひっくり返ってるのはハタなんです。ハリー君という2歳のハタなんですけれどもね、だいたいハタってあの住処が一緒で、この辺りずっといますから。死んでるわけ？いや、生きてますよ。だからとっても人に慣れちゃってるんですね。みんなこうして見に来るから、餌くれたりするから、はい、クリストファーさんが。そうなんです。はあ、本当3歳の女の子があれだね、触れても逃げようともしませんね。このハタは大きくなりますと1メートルぐらいまでなりますから、さぞや名物になるだろうなと思いますが、1メートルぐらいになったらなんか人間との間に愛が芽生えちゃって人魚も生まれそうですね、本当に。こうあれですね、愛撫されて、そう、喜んで恍惚の表情という感じがいたしますね。で、鬼今この枠繰りをしているのはですね、カリブの代表的な魚、グレイエンジェルなんですけれども、ハリー君がもう慣れちゃってるもんですからね、出番じゃないのにすぐ出てくるんですよね、あの旗。はい、旗迷惑。うまいでしょう。まだ来た、ほら。でうまく芸ができるとご褒美をもらいまして、もうこのハリー君もグレイエンジェルもですね、生まれてこの方は餌欲しさに一生懸命芸してるわけですね。でも本当にね、お値段6000円ですけれども、これだけ見せてくれれば高くはありませんでしょ。